はじめに体が痛すぎる。眠い。はよう。ラプチーノさん、チンチョウゲさん、ありがとう。 M さん、ありがとう。カイトさん、ありがとう。ニシさん、ありがとう。サンソンさん、スバル、ありがとう。ちゃんたさん、ありがとう。いきまく、ありがとう。学校行くよ。昨日は何があったかっていうと、昨日は体育祭でちょっとなんか声が出しすぎて声出ないんですけど、出るけどなんかこんな声になったんですけど大丈夫か。なんかほんまに喉痛い。そう昨日あることがあるって言ってたと思うんですけど、それは実は昨日体育祭で、そう、昨日体育祭があってからこんな感じです。そう、叫びすぎて喉が。佐藤さん、ありがとう。クリミー、ありがとう。カイトさん、ありがとう。中学校生活最後のね、体育祭で弾けすぎて喉が痛いです。リレーもやりましたよ。全部やりました。だからガラスリアね、あんだけ叫んだら喉が痛すぎて話にならない。応援、いろんな応援をしたし、めっちゃ喋ったし、叫んだし、喉が、声が出ないですよ。もう本当に声が出ない。 M さん、ありがとう。もう楽しみすぎて、そう楽しすぎて声が出なくなりました。 M さん、トントン、ニセチさん、ありがとう。疲労がやばいし、筋肉痛がやばい。ガチガチです。キッチンさん、ありがとう。体がバキバキすぎて痛い。今日からあるんですよね。あるんですよ、それが。喉大事、ほんまにやばい。もうほんまに声出ない、普通に。もう一生応援して叫んでて、時予想はぶっちぎりでした。ぶっちぎりのダントツ1位。けどなんかみんなフライングみたいなしてて、
みえもなんか若干したかもしれない、わかんないけど。何したっけ、なんか長縄の回す人と クラス対抗リレーとクラス対抗リレーと識別対抗リレーと競争 50m 走と そんぐらい？ダンス。くらい。くらいです。向いてるかい？もうぐちぐちですよ。このまま寝ちゃったから。今日はちっとで、そうなの？いいなぁ。雪の体育祭頑張ったからチートデーだったから。やばいよ。昨日マジでリアルに3ヶ月ぶり、2ヶ月ぶりぐらいにラーメンを食べたんですね。ラーメンを断食してたので。久しぶりに食べました。一蘭行って食べに行きました。友達と。エスノリさんありがとう。アイスライモンさんありがとう。めいた喉やばいよ。マジで喉やばい、ほんまに。帰れました。なんかいくらなんでもね、ちょっとねチートデーって言っても替え玉はやばいかなと思って替え玉はやめといた。しかもな、結構ねお腹いっぱいになった。いっぱいでこちらはねめっちゃ美味しかった。なんかあっさりじゃん。標準にして固め、麺は固めにしました。みんな好きな番号2つしたし、何番号で番号。ユニオンハラベチナさんありがとう。ちょっとマジ喉ぶっ壊れてるから今やばい。ぶっ壊れすぎてやばい。そう、ミュラーメンは絶対固めが好きなんですよ。なんかよくわかんないけど、そんな何も知識ないんですけど、固めが好きだから固めやってる。ラペチノさん、桃太郎さんありがとう。どういうこと？100から100までってこと？何でもいいの？何番までとかしてやるのかな？あよ。待って、普通になんか昨日体育祭だったんだけど、体育祭でもう叫びすぎて
それも喉が痛いです。2桁かんないな。2桁はなんだろう。2桁、15と77。どっちがいいんだろう。はよ。でもなんか体育祭やばい、ね、疲労がやばい、体がもうバキバキ痛いし、体もうなんか全身が痛い、ちょっとじゃなくて全部痛い。はいよ、バリ方って感じ。普通になんかもう筋肉痛すぎてやばい、バキバキ痛い痛い痛い。はよ、文化祭のクラス T シャツで番号を入れないといけなくて。あ、なるほどね。まさにバリカタ、バリカタですよ。みんもね、みんなでクラスで揃えてうちわを作ったんですよ、文化祭の。でもなんか今年はもうなんかすごかった、みんなタオルになんか絵描いて、なんか名前書いてみたいな、タオルデコみたいな流行ってるらしいし、なんかいろんなやってる人いました。はるさん、イエポンタさん、ありがとう。エムさん、ありがとう。それのうちはその名前入りの。サタさん、ありがとう。でも文化祭ってマジで青春って感じだね。結構メインイベントっていうか大事じゃない、結構1年の学校行事の中の結構大事な方っていうか。睡眠取れた、めっちゃ取れた、めっちゃ取れたけど体がもう痛い、動けない。文化祭、文化祭、体育祭らへんはもう結構大事だよね。結構マジメインのイベント。そう、文化祭実行委員になったから、今年の文化祭はもうマジで盛り上げないといけない。ニシピさん、ありがとう。よし、誕生日します。13位竹玉さん、12位佐藤さん、11位三層さん、10位親父さん、9位ユニャン、8位キッチンさん、7位ゆきまくん、6位チャンタさん、5位モータロさん、4位ニッさん、3位カイトさん、2位スバル、1位はラペチノさんでした。配信に来てくれてありがとう。中学生の体育祭めっちゃ覚えてるけど文化祭はなかったかも覚えてない。そうなの、文化祭も結構メインイベントかなって。エムさん、ありがとう。何が？なかった。いつ？7日じゃなかった。今週末。そうだよ。
お腹はお話し会ですよ。今日も頑張ろう。